悪だこいつの後使いたくねーで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 ーはい、今能登空港に着きました。こんな感じです。羽田までもね、東京出てるらしいので、東京からもさらにというか、つまり東京からも行けると。ちょっとこんな感じになってまして、空港としては僕初めてかも、こういうコンパクトな空港というか、すごいやっぱ綺麗ですよ。新しいよね、絶対ね。交互に言うのか。レストランもあるし。情緒どこ行ったんだよ。どれぐらい時間かかったかね。1時間ぐらいかな、東京まで。俺ら車で今から8時間ぐらいかけて帰るのかな、もしかして。金壺も美味しそうだし。金壺好きだよ。黒餅。和菓子好きだよ。何食べてたんだっけ、俺。え、何食べてたの。スアマだ。スアマ、スアマ。高校生なのにスアマ食べてたってイメージらしいです。どんなイメージ。これおしゃれじゃない。何それ。お、なんて土のうを入れていくやつじゃないの。土のうだよ。土のう用の。おい、持つってこと。土のう用だけど、うん、丈夫だし、うん、いいんじゃないってこと。そんだけ量入ったらさ、もっと超重くね。あー、でもいいかもね。主食食べます。一口ゆべし。あー、こんなん食えんの、ここで。マジ。あ、柔らかい。あ、うまっ。削り方だっけ。うまいけど、一人で食べ終わるか心配。もとぐりロールケーキ美味しそうじゃない。もとぐりね。誰が食べるの。え、 Yourself。 何。 Yourself。 No。 No。 おみえ、おみえ、おみえ。死んじゃうわ、死んじゃうわ。かわいくない。うわー、パンツリー、あ、パンツリー、上がれ僕ら。私たちはお酒とかね、お土産を買って外に出てきました。見て、これかわいくないですか。かわいくないです。なんでその顔は。いいでしょ。かわいいんだよ、決めなくてよ。そうだね、いろいろ買いましたね。よし、はあ、もんちゃん、まあ、ここから、今から金剛崎に向かって。金剛崎あと何十キロかあるんですけどもね。能登半島の最北端か、ね、うん、最果て神社をね、飲もうと思います、そこに行って。どうぞ。似てるからやめて。俺も飲もうかな。おい、今から、はい、日本三大パワースポットの一つであります、はい、世紀の岬こと、はあ、鈴岬、もう間もなく到着しますね。おー、わー、飛んでるみたい。すごい。三大パワースポット、おー、なんか来たね。うほほ、うわー、すごい。マジですごいわ。 BD より伝わんねーだもん。 BD より伝わんねーわ。ついちゃった、超やばい、テンション爆上がり。うーわー、青いな、海、海青い。何、うっすら見えない。何、うっすら見えんじゃん、その本州みたいな、うっすらガーって。あれ、そうなのじゃないの、あの水平線の向こうに。そうそう。へえー、だってほら、そういう方向か。うわー、向こう側からほら、新潟よ、あれが。あれ新潟。そう、とんでもねー。壁パク、壁パク、パケパク。言っちゃえばさ、言っちゃえばさ、あれなんだよね、これ、うん、ミニチュアだよね。まあ言ったらね、なんか前と比べて10キロぐらい痩せたらしいですけども。出しといて、ここに。あー、出しますけど、本当に10キロも痩せた。え、これはどこに行くんですか。今から、はい、あの鈴岬に来たんですけど、はい、鈴岬、はい、そのなんか日本三大パワースポットの一つである、はい、ここの、はい、さらに神秘的な青の洞窟っていう場所が見学できるらしいんで、ええ、そこにちょっと行ってみましょうかという話。ああ、いいですね。じゃあ早速行ってみましょう。うわー、すごい。ここなんだ、これなんで。下に城下町が広がってんだ。あそこもすごいぞ、なんか。うわー、ここが
聖域の岬。今日これ多分気温4度とかゲロ寒。あそこ行ってみたいけど多分普通の人んち、人んちの可能性大。いや俺マジで何びっくりしたよ。なんでこれびっくりしますよね。これびっくりしますよね。知らねえよ。ちょっとえこれびっくりした。俺がびっくりしたよ。だってうるせえな。違う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 、すいませんすいませんすいません、いやマジびっくりした。知ってたけ、カンパケ。いやびっくりした。何これ、ダメブロペラのチンコで打ちたいと思います。ただのこんなイタズラダメよ。じゃあブランコになってるもん。あ、そういうことか。うん、ちっちゃー。あーマジでびっくりしたね。初見、わ、これ初見はびっくりするね。初見びっくりするよね。普通に絶対誰か連れてこよう。あ、すごい、ここにコンセントある。一緒でできるんじゃなくて。うまい。びっくりしたダメだよ、こんなことしちゃ。これは怖いわ。確かにね。わ、すげえ景色。これすげえ、なんでこんなことなってんだろうね。すげえ地盤。はい、まあ、現在の気温がね、だいたいね、まあ、4度ぐらいだと思うんですけど、この海のこのね、端っこにいるんで、海の端っこ、大陸の端っこにいるんですっごい寒い。体感3度とかそんなもんですね。なので、まあ、3月とかね、4月とかでも多分寒いと思うんで、来るときは暖かくして来てほしいと思います。何個かあるんですよね。何個か楽しいとこです。私たちに地球優しいことや。ほっ、ちょっとあまりにも寒いので防備をしましたけど、私たちは今から青の洞窟というところに行こうというふうに思っているんですけども、まあどうしてもね、必要になってくるのが、そう、ヘルメット。私たちの選んだ色はピンク。え、そうやってやんの。そう、あの大人一人1500円らしいんですけど、らしいっていうか1500円なんですけど、僕もうるせえな、こんなうるせえピヨピヨ言うやついるか。ここはヘルメットかぶったところとて落ちたら死ぬとは存じますが、ね、ちょっと待って、450キロやって頭長くね。頭長女ちゃった。長いね。超怖い超怖い。やばいやばいやばい、みんなで行きましょう。やばいやばい、死んじゃう死んじゃう死んじゃうわ死んじゃうわ。 なんでジャンボビッグだから大丈夫だよ。いける。うん、あ、メットカメだけ入れた。450キロ大丈夫だって。あ、怖い怖い。おい、何でお前来てんだよ。お前来てないと思って俺乗ってんだよ。怖っ。ちょっと待った、行くよ。ダメ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 、行きます。無理無理無理、ちょっと待って待って待って、来てます。ああ、揺れてる。ちょっと待って、揺れてる。喋んな喋んな喋んな。タイタニックごっこ。あ、バカじゃない。ダメ。ガシガシ揺れてたね。ガシガシ揺れてんのよ。うわ、揺れてた揺れてた。迫力が違うもん、一緒に行くと。行きまーすって行こうかな。お二方ゾッシ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 。ちょっと行ってみて、トーク行っていい。あ、おいか、ミシミシ言ってる、ミシミシ言ってる。早く早く早く、トーク。あー、もうダメもうダメ。本当にダメ本当にダメ本当にダメ。120キロだから私。ダメ、ミシミシ言ってる。やっちゃった。ダメダメ、バカバカバカ。ダメよ、日本の建築舐めちゃダメよ。結構寝る気だから。本当に何もないからね、下。やべよ、絶対に許さないでください。うわっ、絶対よ。でも確かに木こなってるけど、こっちなってるけど、ちょ、今からですね、青の洞窟ってところに向かいたいと思いまして、ヘルメットは今脱いでもいいらしいんですけど、すげえなマジで、このパノラマビューの感じがもう完璧すぎるだろ。このパノラマビュー270度。
これね、私たちのあのインスタグラムでよかったらあのフォローしてくれれば、あの写真とかいっぱい載せてますんで、そちらもぜひご覧ください。一人が足つぶらしてさ、下のクレバスも食っちゃうんですよね。あー、ガチで落ちるやつね。ガチ落ち。ここは何なの？え、ここは、鈴見岬の、有料ゾーンですね。おー、有料ゾーン。まあ僕らがさっき言ったブランコのところとかは、無料で入れるんですけど、はいはいはい、こことあの展望台と、はい、あと下のその青の洞窟っていう一番そのパワーがあるっていう場所は、はい、まあその有料なんですよ、はい、ごめんなさいなんですけど、それはさっきあの言ったんですけど、1号ですね。1号ないと来れないんで、やったーって来て、はい、すいません1号ですって言われて帰りますってならないように1500円を持ってきてください、最低でも。最低ね、はい。そうすれば、その空中展望台も、はい、下の青の洞窟も、はい、あの全部見れて、1号ですんで、はい、おー、はい、で、これがその、そこの1個のフォトスポットである、はい、この、雑板釣りです。雑板釣り、雑板ってなってるんで、これが風がやっぱりもう、延々こう吹き続けるんで、はい、もう進化を遂げちゃったんですね。なるほどね。雑板って、これ見てください、もう全部ほら、全部、もう、こうなっちゃって全部やっぱりそうだね、さっきも言ったけどそれはさ、いやそうだね。で、この塩がなんだって、塩がなんだって、見てください、この手前側がちょっと青くて、うん、奥がちょっと暗い色してるじゃないですか。はい、そうですね、はい、まあ肉眼だとはっきり分かるんですけど、はい、これあの寒流と暖流がこうぶつかり合ってきて、はい、もう地球規模のサイクルで、はい、そのパワーがここにこう集まってるっていう、それでパワースポットなんですか。でさらにそれのそうで、なんか古い話によると、うん、714年、はい、神を迎えた岩が、はい、日本で唯一現存する、うん、神を迎えたなんとかって岩が、うん、向こうにはあるらしいです。オッケー、もう時間がない、1分しかない。つまりすげーってこと。オッケー、 Thank you。 どうも、川口博史です。まあ、最悪だけだよ言ってますけど、はい、青の洞窟の入り口に来ました。はい、はい、青の洞窟で行ってもちょっと高いパスタソースじゃないですよ。青の洞窟としてもちょっと高いパスタソースじゃありませんよ。来たね、なんか来たね、来たよ、来ちゃったよ。ディズニー臭い。ここはもうヘルメット着用なんで、皆さんもぜひピンクをね、調節していただきたいですね。このね、あ、やばい、ようこそ青の洞窟へ。マジ、これご主人様が、あー、超綺麗じゃん。ディズニー感、うわ、自然、うわすげえんだけど、なんじゃこれ、めちゃくちゃ綺麗じゃん。うわー、道祖神様みたいな。どれこの公約、すごい、すげー、本当に美しい、やばー、顔とか振られて、うわー、やばい、ぼやけてる、なんで、どこ行った、あー、いた、あるロックス、これでおしまいなの。あ、そうなの。あ、そういうこと。へえ。あ、でも綺麗だわ、これみんな来たからわけだ。ここすごいね、ここすごい綺麗。なにこの、全部石がすごい、さすがに人工だよね、人が持ってきたもんだよね、これきっと。超綺麗、ここ間違いなくカメラ映りいいよ、ここというわけで、ここの洞窟でお願い事をすると、はい、何でも願いが叶うと言われています。お、だそうです。青の洞窟で願い事をすると何でも願い事が叶う。いや、でもなんかもうここに来ることが叶っちゃったからな、ここに来ることが叶っちゃったからな。大好きな友達とさ、大好きな友達とさ、聞いてねえし、聞けよな、今の聞いとくとこだろ。何しよっかな、よし決めた、この前では言わないけどね。というわけで、ここはとりあえず以上です。ありがとう、青の洞窟だね。はい、というわけでですね、私たち青の洞窟に来て見事成功いたしました。よいしょ、これが、これがありました、これが。何ですかそれは。桃が、桃、あ、ほんとだ。じゃあ、ちょっとパカッ持って帰る。あ、無精卵、無精卵、行きましょう。じゃんじゃん。というわけで、この動画を見てくれた方、本当に最後までありがとうございました。
またぜひ機会があったら見ていただきたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。ピース。